man up in Lessa. の最新ヒット曲や貴重なライブ映像、アーティストのインタビューなどをお届けする東京発最新音楽情報番組ポップジャパンTV。今回は街に待った中島美嘉の大特集。彼女のインタビューをたっぷりお見せします。カレントヒッツ、話題の新曲が続々登場。 J-POP の今がわかります。スペシャルはアニメソング特集。さらに TM レボリューションの貴重なライブも大公開。ポップジャパン TV 始まりました。Kanamiです。Aikoです。見てください、この景色。東京です。一望綺麗だよね。今回はお待ちかね、中島美嘉の大特集です。彼女のニューアルバム、ラブの話やプライベートの話などたくさん聞いてきました。それじゃあ早速見てもらいましょう。どうぞ。今回のフィーチャードアーティストは中島美嘉。2003年、彼女は愛をテーマにたくさんの楽曲を歌ってきました。そんな今年の集大成ともいえるセカンドアルバム「ラブ」は一体どんなアルバムになったのでしょう。前回よりは大人っぽいかな。なんかジャンルの幅がちょっと広がって、ジャズとか入ってきたので、ああでもなんかもしかしたら前の方が逆にまとまりがなくてすごいジャンルが多く感じてたんですけど、今回も同じぐらいジャンルはすごい多分逆に増えてるぐらいなんだけど、すごい多分生音が多かったりとかしてまとまりがすごい良くなったなっていう、感じですかね。なんか最初なんかぼつぼつテーマとか決めようかっていう話になって、でもなんかあえて決めることじゃないんじゃないのとかっていろいろ話も出たりして、でも結局歌っていくと結局全部愛につながる、ちょっと臭いですけど結局そうなってるから、まあ、あえてそれをみんなに言ってしまうっていう感じ。なんかこれ本当にそのアルバムの中にいい愛も悪い愛もいろんな愛が入ってるじゃないですか。それで多分どれが好きかによってその人のなんか性格診断ができそうな感じ多分あなたは純粋ですとか、あなたちょっとひねくれてますとかなんかそういう診断書っぽいです、バラエティ豊かなセカンドアルバム「ラブ」。モンドグロッソの大沢慎一プロデュースによる「ラブアディクト」ではクールなジャズに挑戦。彼女の新しい魅力が詰まったセクシーな曲になりました。難しかった。結構途中でやめようかってみんなで話したぐらい大変でしたね。確かにあれ最初聞いた時にどこで息継ぎしてんだろうなって思ったぐらい。多分息継ぎしてないんでしょうね。なんか気合ですね。最初は大沢さんも一緒にブースに入ってくれたりして歌ってたんですけど、なんかなおさらそれで緊張して歌えなかったりとかして、最後はもう逆に自由に歌ってくださいって誰も来なくなっちゃって、私とディレクター2人で、あとエンジニアさんと3人かだけでゆっくりやって。さらに今年の夏、中島美嘉はオリジナルラブの大ヒット曲「接吻」を大胆にレゲエバージョンでカバー、大きな話題を呼びました。シングル「接吻」について聞いてみましょう。でも私の中ではすごい挑戦ですね。なんか自分で言うのもなんですけど、多分似合わないと思っていて、なんかかなりみんな違和感を覚えるんじゃないかなとか思ってたんですけど、なんかそんなにすごいゆったりしてる曲だったし、あの詩の内容もエロかったんで、なんかいいなと思って、なんかこの歌の時はちょっと喘ぎ系でとか言われて、結構なんか吐息系で歌ってくださいとかってディレクターの方に言われ
ったりして、じゃあちょっとそういう風に歌えますかっていう感じでしたね。ポップジャパン TV 最新の J-POP ヒット曲をお届けするタレントヒッツ。ポップジャパン TV が R&B からロックまでバラエティ豊かな選曲でお届けします。中島美嘉の新曲は要チェックです。
来数々のヒット曲を発表し続け、アーティストとしてより深みの増してきた中島美嘉。セカンドアルバム「ラブ」ではさまざまな曲で作詞を手掛け、いろいろな愛の形が歌に込められています。彼女に作詞について聞いてみました。なんだろう、でも本当にでも曲によって全然各詞が自分でも違うんですよ。だからすごい本当に空想だけで書いてるのもあるし、友達から抜いてるのもあれば、なんかいろいろあるんで、逆にアンミカっぽいっていう詩じゃない方がいいなと思って、なんかいろいろ書けた方が楽しいかなって思ってるんで、できるだけ曲は少なめに聴くようにしてる。いっぱい聴いてしまうと、なんて言うんだろう、最初のその客観的な感じ、自分のあれ、なんか愛着が湧いてくるのがちょっと嫌だなと思ってて、だからあんまり聴かないようにして詞は書いてる。なるだけ短時間で覚えて、結果を出さないのは、あ、そうだ、結果出さないです私詞に。あんまりなんかわざとなんか曲調によって変えるけど、でもあんまり出さないかもしれない。あとはご想像にお任せしますって感じで書いてます。今年の最後を飾る中島美嘉のニューシングル「雪の花」は、冬という季節を優しく彩る切なくも美しいラブバラードです。このプロモーションビデオの撮影について聞いてみました。最初は氷の世界で歌ってたんですけど、氷じゃなくて、まあ、単純に雪っていう話をしてて、で周りは真っ暗で白い息で歌えたらすごい理想だねって言ってて、で海外になんかどっか寒いとこ探していくかって言ってたんだけど、それは無理だと、もう時間もないし、で冷凍庫しかないねって言って、 4,5 時間その氷の世界は投資するかと思いました。みんな眠くなって途中でちょっと危なかったです。片思いなのか別れちゃった後なのかわからないけど、あんまりもうすごく傷ついた後とか、ちょっと落ち着いた頃の歌なんか感じ、私自身は好きです。すごくその詩は私には多分書けないし、私は多分どうなんだろう、その多分曲を聴いて書いてたら、そんなすごいちょうどいい詩にはできなかったと思う。すごい寂しい方に行ってたかもしれない。だからすごい嬉しかった。なんだろう、でも今年の締めくくりにはふさわしい曲かなと。彼女が髪をバッサリ切ったことでも話題となりました。このヘアスタイルについて聞いてみましょう。ずっと切りたかったんですよ。でも切れないじゃないですか。なんかいろいろアルバムとかシングルのタイミングとかあってなかなか切れなくて、でやっと時期が良かったんで切れました。楽なんですよ。切ってくれた人がセットをしないで寝癖でかっこいいカッパ好きらしくて、だからもう寝て起きてそのまま出れるぐらいのカットをしてやるって言って、
もう本当にいつも寝て起きてそのまま、はい、うろうろしてます。ポップジャパン TV、 今回のスペシャルはアニメソング特集。話題のアニメ主題歌を紹介します。まずは機動戦士ガンダムシードの第1弾オープニング主題歌だったこの曲からいってみましょう。早すぎる時のままだけにさらされて一人では届かない願いなんて来そうな言葉じゃ絡み合う熱を伝えたい真実を誰から守ればいい。ここでいつか星が当たる。2002年7月に発表された彼らのデビュー曲「光へ」は人気テレビアニメ「ワンピース」のオープニング曲としてヒットしました。僕は今探し始めた。いつしぶき上げて果てしなく続く世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよ。まだ見ぬ光求め。4人組バンドゾーン、2003年4月に発表されたシングル「トゥルーブルー」はあの有名なアニメ「アストロボーイ鉄腕アトム」のオープニングテーマ曲です。15歳の彼女は5000本のデモテープから選ばれた期待の大型新人です。デビュー曲「Believe」は「機動戦士ガンダムシード」の第3弾オープニング曲に大抜擢されました。そして空の向こうを心が描く明日はもう一度あの場所で君の隣にいよう。きっと僕ら二人これから駆け抜け TV のプッシュアーティストはジ・アンカラード。彼らの詳しい情報はご覧のホームページでチェックできます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしています。ぜひアクセスしてください。渡辺歯科、通常の歯科治療と美容歯科のスペシャリスト、あなたの歯を美しく健康的に。ホワイトニングをはじめ歯の美容トリートメントすべて、最新のレーザー技術と設備でスマイルデザイン。東京テレビ、Ionic Breeze removes allergens such as pollen and animal dander. And amazingly, it even removes harmful airborne chemicals from carpeting, flooring, paint.